お前がゴテだ。余談の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ早繰り銀よろしくお願いします。よし馬式でいこう。よろしくお願いします。ということで馬さん復活おめでとうございます。増田式石田流。いやー畳の額待ちました待ってました本当に。いやよくぞよくぞ復活してくれましたね。いやありがとうございます。お待ちしておりました。木村美乃馬式三軒飛車ずっと使わせていただきました勝手にいや良かったですね。うん一つね良かった。もう今年良かったことの一つですね。嬉しい非常に嬉しい。非常に嬉しいです。よしこの戦いを勝たないと動画にできないのでこの戦いは勝っていきたい。だがしかしこれは大丈夫か。いやこれ銀打ちがこれちょっとやばいんじゃないの。相手割り打ちの銀どうすんのこれ。飛車と金浮いてるからこれどっちもは受からないよ。2分30秒これ勝ちかな。おーし腕を上げたんじゃということでね攻める振り飛車チャンネルの馬さん復活おめでとうございます。ということで皆さんすぐチャンネル登録してくださいということでありがとうございました。余談の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ棒銀よろしくお願いします。なんかやらしい顔してるけどどういう意味それ。ということで馬式三軒飛車よろしくお願いします。いやー勝ちましょう。片身の囲い馬さんが復活したんで勝ちましょう。これちょっと歩ついとこう。これ何よくわかんない。ミレニアム、あミレニアム的な。なるほどミレニアムってなんかやだな。ちょっと玉と厚くしとくか。何それちょっとよ本当によくわかんないあマジでよくわかんないわ。何なのその囲い囲いというか陣形というかなんというか、じゃあ本当によくわかんない本当によくわかんない。これ角道通しとく。一旦通しとこう。一旦お通し願ってこれさ飛車こっち行ってからこうするどうする引くやりすぎ。2分単に行くか。いやー微妙ちょわかんない。知らない。これ歩打たれるな普通に。微妙い非常に微妙です。おこれはなんかラッキーな気がする。あ王手飛車あるから飛車で取らないといけないわ。でも桂馬残るんだけど大丈夫これ本当に大丈夫か。本当に大丈夫なのかそれはちょっと待ってくれ。1分30秒。桂馬打ちか。桂馬打ち桂馬打ち？桂馬打ちでいいのかこれ。これどう金と取られるぞ。やばいんじゃないの？あ逃げるは勝ち臭いんだけど角打ち？角成り？角打ちか角成りどっちか。角打ちか角打ちだ。じゃこれ勝負。これなんか打ったら勝ちなんで多分金寄りぐらいだと思う。さあここで
ここで神の一手を出してみよう。さあ行ってみよう。神の一手。1分。神の一手を思いついたら勝ちです。思いつかなかったら負けですね。お、なんか見えてきたぞ。桂馬なりか？あ、違うな。桂馬なりはダメだ。桂馬なり逃がしちゃうから、これ金打つしかないな。金打つ。さあ、神の一手。これが神の一手か？これ玉上がるしかないよね。あ、待って、22あるじゃん。あ、22でダメじゃん、これ。あ、ちょっと待って、22怪しい。22怪しいぞ。ちょっと待ってよ。22怪しいぞ。22玉が一番怪しい。あ、それはなんかありそうよ。取って。30秒。これ取って飛車打ちか。ケツから飛車打ち。で、どう？これで勝ちじゃない？いやー、全部の駒がなんか繋がってて、すごいぞ、これ。すごいぞ、これ。よし、勝ちました。いやー、22玉だったらどうなってたんですかね。You win! ちょっと22玉見ていいですか？絶対22玉だと思うんですけど。これね。22じゃない。88か。これ88玉の一手じゃない？ほら。88玉。後手勝勢です。あ、でも、全然勝ってるのか。こっから詰みがさすがにない。まあ、攻め駒が0枚だから、さすがに詰みはないってことか。ああ、そうですね。無理な攻めをするしかない。ということは勝ちか。ああ、なら良かったです。うん。ちなみにグラフは？願いを叶えてあげよう。困ったらまた、助けに来るぞ。綺麗に右肩下がりじゃないですか。つまり僕が勝ってるってことですね。いや、いいですね。素晴らしい流れでした。決め手はこの手ですね。うん。やっぱりこれ、なんかあったんすか？っていうか。あ、ここで 88？ これ、68に合駒すると絶対負けですよね。89金打ちから負けなんで、88玉か。任せろ。ああ。88玉。後手勝勢です。いやー。まあまあ、これで勝ちなんですかね。はい。ということで、いい流れで勝つことができました。ありがとうございました。お前が5点だ。5段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、相振り飛車、よろしくお願いします。おっと、角道塞がれていく。これは馬式三間飛車でいきましょう。5段の方にも通用するってことを、皆様にお見せしたい。強いですからね、馬式三間飛車。マジで。激強。いや、本当に。ただ、相振り飛車の戦いはあんまりしたくないっていうか、したことないですね。あー、ちゃんと受けてきますね。さすが五段の方だ。畳の囲い。入場しました。入場。桂馬飛んで、上げて、さあどういきますかね。え、これ銀出るってこと？違う。2分30秒。なんだこれは。え、銀上がりたいんですけど、ダメっすか？銀上がっちゃダメっすか？銀上がるよ。ああ、あ、それやばい。あ、それ、やばい。ちょっと待って、受からないわ。
受かんないわそれ。ちょ桂馬跳ねて、これ引いたらダメかな。2分角出られるの尺社員すぎるんですけど。引いてみようか。危ないか、さすがに危ないか。これ尺社員とか知ってますか？僕もあんまり知らないですけど。もうこれ行くしかないわ。勝負するっきゃない。これは角では同飛で、これはどうしたらいい。歩打つ、金取られたら同角か、一回歩なってからか。まあそんな感じです。1分30秒。いやこれ微妙なんですね。すごくすごく微妙だったですね。取るしかないですね。いやーでもこれさ、こうして、あでも角あたりになってたりする。あそれでも手か。ああ厳しいか。1分、これで厳しいのか。いや、勝負するわ。あ、勝負手をね、そうやって叩きの歩、そうやって勝負手を潰してくるんですね。すごいな。五段の方ってほんとすごい。切ってくるのか、切ってくるのか、来ないで。怖い。飛車取られる。一回角打ちたいんですけど、なんか微妙か。これこの手は微妙か。飛車切りからもしや詰んでたりしない。30秒。しないか。なんかないのこれ。20秒。いやもう行くしかないわ。よくわかんないけど、全然自信ない、全然自信ないっす。10秒。銀銀打つしかないっすよねこれ。いやどうにかなってないっていうか8秒しかないけど8秒しかないけどどうにかなってない。お願いお願いします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 、よろしくお願いします、よろしくお願いします。タレフ弱い、よろしくお願いします。無理だ。てかこれ詰んでるじゃん、詰んでるじゃんこれ。時間切れ、詰んでたんじゃないのこれ。あー詰んでないけど結構追い込んでたわ。あーありがとうございました。お前が先生だ。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ右玉よろしくお願いします。これは角道が開かないから馬式三間飛車の出番ということですね。さあ馬式三間飛車よろしくお願いします。増田式石田流片身の囲い、神戦法来たわ。神戦法来たんですけどとりあえず入場するか。銀上がって金上げる。さあ角どうするかお聞きしたいです。
拒否。拒否は拒否。ちょっとこっちに。え？これ何？受からない、もしかして。もしや受からないのか。え？やばい。やばいかも。一応銀あたりなんですけど。やばいんですけど。2分30秒。まあ一回取るか。で、歩つくか。まずいな。これ銀交換した後に、まあ、角なるんですけど、銀打たれるんですよね。その銀打たれるのが結構硬くって、危ないというか、なんというか。そんな感じです。逃げるんかい。これはここ突きたいな。てか、端歩突くのが、いってね、遅いんですよ、気づくのがね。いって遅いんですよ。これはもう、馬さんに申し訳ないですね。こんな将棋をしてるのは、非常に良くない。非常に良くないと思います。歩突いときたいですね。なんか将来の王手飛車狙い。将来の王手飛車狙い。これは金で取りたいけど。おー、微妙か。歩で取るとどうなるんですか。歩で取るか。歩打たれは角上がっとけばいいから。まあ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 っていう感じ。これはですね、取りたいんですよ正直。取って同銀に角なって同玉に5五角で王手飛車なんでどうですかって思うんですけど、まあ飛車取った時に銀取られ返さ取られてちょっと微妙か。でももうここまで来たら行くしかないよな。1分30秒。行くしかねえよな。これは5五角があるけど。これラッキーじゃないか？スーパーラッキー。あ、スーパーラッキー来たわ、これ。スーパーラッキーでもないのか。まあ、一回こっちだな。スーパーラッキーでもないかもしれない。ここついて。こっち行くしかないよな。飛車がニートなんだよな。歩なるしかないよな。角打ちはさ微妙か。1分。金取りたいけどちょっとなんか微妙な気がするけど、まあまあまあ、これ歩打って歩打って、もうこれ同飛だったらまあ勝ちだったんですけどね。勝ちだったんですけどね。これじゃ勝てないですね。いやー弱いか。これは弱いか、さすがに。なんか微妙ですね。攻めあぐねてますね。厳しいわ。寄るしかないじゃん、こんな。寄ったら死ぬのか、飛車が。30秒。行くしかねえ。いえ。ちょっとよくわかんない。ちょっと助けて。とりあえず飛車取り。うわぁ、何これ。最悪だわ。最悪種。てか、風なればよかったじゃん、今の。
あ、もう全部がダメだわ。あ、知らない金打ちとか、金打ちとか知らないよ。大丈夫、まだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてるから、まだ生きてるよ。一応詰めろになってるかも。10秒なってないのか。生きてる生きてる、まだ生きてる。こっち、あ、いけれない、こっちに。あ、やばい。いや、王手できないから。っていうか5号銀でいいじゃん。時間切れが。ということでね、強いんですよ、馬式さん受け身者。ちょっと説得力ないかもしれん、ごめんなさい馬さん。ということで、馬式三剣飛車じゃないや、馬さんの復活祭でした。ありがとうございました。